次お名前がインタビュアーちゃんからです。インタビュアーちゃんありがとうさんご、ということでみんなと分かち合いたいことが、はい、私は今セレーネ女学院の屋上に来ております。セレジョ歌リレーの隣に北小路翡翠さんが使用されたことでも有名なセレジョ歌リレーの際に北小路翡翠さんが使用されたことでも有名な屋上ではありますが、今の時期だと大変寒いですね。このセレーネ女学院出身の5人の VTuber といえば、西園ちぐささん、北小路翡翠さん、東堂琥珀さん、朝比奈あかねさん、周防珊瑚さんの5人ですが、なんと3月3日金曜日に行われる朝比奈あかねさんの 3D お披露目配信で、その全員が 3D お披露目を終えることになります。3月3日はセレジョファンにとって記念すべき日になることは間違いありませんね。そんな3月3日を迎える前に、セレジョの朝比奈あかねさんではなく東西南北の王こと周防珊瑚ちゃんにインタビューを行ってみましょう。スタジオつながってますか？セレジョの周防珊瑚ちゃん、朝比奈あかねさんの 3D お披露目配信、そしてこれまでのセレジョでの活動についてコメントをお願いします。ということですけど、ということでね、3月3日なんとあーちゃんの 3D お披露目がある。あーちゃんおめでとう。まあということなんですけれども、まあやっぱりねめでたいよね本当に。一回ね、あの二次フェスで5人で 3D で並んでるところは見せたことがあって、まあだからね、みんなねもう見たよって人もいると思うんだけど、あーちゃんの 3D お披露目は初めてになるので、ぜひ応援してもらいたいなっていうのと、あとやっぱり僕が思うのは、やっぱりセレジョで最後っていうのがあって、そのセレジョで最後みたいな、セレジョの朝比奈あかねみたいな、でそののセレジョの最後のって言われがちな気がするんだけど、やっぱりセレジョで揃ったのは二次フェスっていうのがあったし、あーちゃんのお披露目はやっぱりあーちゃんのお披露目だなってんごは思ってるからね。あーちゃんのお披露目が何をするとか、あんごはそんなめちゃめちゃ知ってるとかじゃないんだけど、全然やっぱり朝比奈あかね個人のやっぱ 3D お披露目として、僕はね本当にあーちゃんはすごく素敵な女の子だと思うし、いつもねおしゃれでね、歌も上手でね、すっごい面白くて英語といっぱい喋ってくれるし、すごい忙しいのに英語と会って話してくれたりとか、なんかそのお休みの日とかにねしてくれたりするし、だから本当に僕はあーちゃんのことが大好きなんだけど、やっぱりそんなね素敵な女の子だからこそ、やっぱりねセレジョで最後だからっていう理由でセレジョの最後だみたいな、まあねそうやってお祝いしてくれるのももちろん嬉しいと思うし、あーちゃんも嬉しいことなんだけど、それはそれとして、まあ一つ、そこも一つだけど、朝比奈あかねの 3D お披露目としてね、あーちゃんが絶対にやりたいことを、あーちゃんがあーちゃんとしてやりたいことをやる 3D お披露目になるはずだなと僕は思ってるから、僕はあーちゃんがやりたいと思ってやった 3D お披露目を本当にすごく楽しみにしてるので、みんなもねその朝比奈あかねとして その大きなステージをこう、ね、楽しみにしてもらえたらなと思います。本当に、何をするのかマジ知らないんだけどね、実はキャキャそう、やっぱねあーちゃんがこうして2年ちょっと活動してきて、2年半ぐらい活動してきての集大成、まあ終わるわけじゃないんですけど、まあ、かなりね大きな配信になるなと思うし、それとね3月中旬にノルニスっていうあーちゃんがね所属してるユニットのライブとかもあるので、あーちゃん今すっごい忙しいと思うんだけど、そういうあーちゃんがね頑張ってきたものの、一つ区切りになると思うからね、みんなも3月3日は楽しみにしてもらえたらなと思います。うんね、僕もすごい楽しみにしてるということで、お名前は、ね、あーちゃんはね歌もとっても上手で、本当にチャンネル行ったらねすごい素敵な歌ってみたがいっぱいあって、そのあーちゃんの歌に感化されていろいろね後もやらせてもらったりすることとってもたくさんあるので、ぜひ聴いてもらえればと思います。うん、ということで、その他あたりが素敵なコメントありがとうございました。引き続きセレジョの活躍とお疲れさんごをお楽しみくださいということでね、そんなこんなで、セレジョもなんだかんだもう2年半ぐらいほろほろみんな仲良くやってます。嬉しいことです、こうやってね同期みんな仲良くずっといられることは幸せなことだなと思う。こうやってね末永くセレジョとしてやっていけたら、それより幸せなことはないなと思うね。本当にみんながみんなんごに優しいからね、セレジョ、みんなのことが好きみんなとこれからも仲良くしたいね。ということで
お名前がインタビュアーちゃんからでした。インタビュアーちゃん、ありがとさんが